はようございます。今日もしけてます。おはようござい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 ます。今日はですね、はい、突然めっちゃ大人数だなっていうところでしょうけど、それと同時に波がすごいですね。すごいですね。ギャラボさんですね。はい、ウコンさんがねよく使ってるフリップ、はい、メーカーさんの体たちです。はい、であとフィリップはウコンさんが好きで一緒に行けるように、うん、休み取ってたんだけど、はい、全部台風でぶっ飛んで3、4回ぶっ飛んでの今回、はい、本番だけ無理でしたね。予定メーカーさんと一緒に釣り方を習って今日釣っていきたいと思います。はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウコンさんこれが好きって言ってました。へえ、ウコンさんのマイクロフリップ電動フリップにも同じ色があるんですね。あります。電動とマイクロフリップの違いは何？ウエイトの大きさが一応120からの展開で、まあ、もう大物用、ジギング用の一応ジグルってなるんですよ。形似てるんですけど、マイクロフリップはもうちょっとこう横にふっくらしてるんですよ。どっから見てもシルエットが小さく見えるようになってるんですけど、この電動フリップは縦横比を縦に伸ばして引き重りあまりしないような形で設計してます。使い方が2つと違うんですか？もうあの基本的にはマイクロフリップと一緒、ただ巻きです。これは日本と同じですよ。これはこっちとこっちに赤旗に引き開始。はい、頑張りましょう。発電動リールだ。いつものリールみたいな感じでちょっとだけ手にかけながら音を落としてくれた。そこまでついたらハンドルをカチッと切ってウィーンって。これがもう速度なんですね。それがもう、はいはいはい、巻き度。これ今一番下にしたらオフってるってことね。オフですね。なるほど。ワイヤー楽ちんだ、楽ちん。あれ電動じゃないですか？1個壊れてたんですよ。ああなるほど。でもそれはそれで楽しそうです。楽しいんですよ。せっかくなんでもう素直なところで全部言ってるけど、電動ってどうしてもなんかこう面白みに欠けるようなイメージになると思うけど、これにはこれの良さのあるない。巻きたかぎ巻けよ、小分けし疲れたんならボタン押しよ、小分けし、まあずっと投げ続けれるっていう面ではすごい楽。確かに楽は楽よね。あ、なんか来てんの？いや、来てないっす。手で巻いてみないと分かんないんだね。速度があるんですよ。なんか、なんか魚いいんじゃないかっつって。あ、そう、魚いい。一回止めて、上げて、あ、ついてねえかずっとやってんだね。それはずっとやってます。吸いとくかもしれないね。それは気づかずしとったら、そいつに食ってくるとか最高やね。あ、最高っすね。お願いします。え、後ろ魚がついてるんだよ。ついてるんすね。多分寝た魚。お、来た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 。お、何？ちょっと変わった色ですね。こっち見てちょっと。ほうき旗。ほうき旗かなんかで。ほうき旗。ナイス先生。ありがとうございます。おお、なるほど。満を持して。ほら、すぐに発せてすぐに跳ねれる。いい感じです。はい。ナイス先生。シルバーホロですね。シルバーホロ 210g。 シルバーホロ 210g、はい、巻きに入りましたね。じゃあ移動するみたいですよ。はいよ。なんかチラチラすると思ったもん。なるほどですね。それ大事なことですね。なるほど、その動きを。ピアノもだいぶ慣れたん？微妙なとこですけど、なんか魚の当たりとかがまだ取りづらいですね。ああ、なるほど。ああ、いや、違うんだ。そういうことね。あ、なんでね、これ乗ってんじゃない？あ、乗ってる？わかんない。乗ってるかわかんないので、うん、それ決して手で巻いてもらうっていう。なるほど。そしたら乗ってないです。乗ってないんだ。これ、たまにしゃくってても大丈夫なの？そうですね、基本ただ巻きで大丈夫なようにルアーを作ってあるので。あ、なるほど。まずただ巻きで着っても全然大丈夫ですよ。はい、あら、なんか乗ってる乗ってる。おー、他のジグとかかってるのかなぐらいゆるい引きで。気づきませんでした。なるほど。丸飲みですよ、しっかり、ね、加え込んでますね、これ。すごいな。もうヤガラの前兆みたいな。わお、ほほう、なかなかの波やな。一応一応こけんでばい。まあ、明後日結婚式やろ、あなたは。明後日結婚式です。余興のキャノン。
頑張らんかな。そうそう。あそこで。とりあえず先ほどまだ元気だった福山さんもう限界ですね。今日は結構ひどかったね。ひどかったね、ちょっと。もう少ししてやろうか。大丈夫、やめてください。あ、じゃあ焼きそば食ってやろうか。うんうん。そこも求めてるやつ。はい。30メートル。赤旗、キジ旗、荒株は釣れそうなところに今来てる。後ろがヒットしてる。おー、来た来た。上原さん、すげー。さあ、ここは結構浅いからまだいいですね。ああ、そうなんですよ、はい、ちょっとジグをちっちゃくしたんですね、浅いから。あ、タングステンの方を使って。ああ、なるほど、マイクロ。おー、来た。あら、来た。あら、かわいい。さあ、マイクロフリップの方で。はいはい、綺麗な魚です。綺麗ですね。乗った乗った乗った。なんだろう、なんだ。おお、お、見えてきた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 。お、あ、あいつだ。シルユーモア取った。はい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 。おー、取れた。入った入った。ありゃー、貨物が暴れた。はい、いらっしゃい。お、たくさん乗った乗った。スレがすごいぞ、泳がせよっか、このまま。めちゃめちゃ夢あるじゃないですか。はい、いらっしゃい。来た来た。おー、来ました。来た来た。おー、キャノンも来た。キャノン行きますよ。はい、来たー、カーター。はい、おめでとう。シャイ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 。キャノンも来たよー。いいサイズ。よいしょー。はい、ナイスー。あ、全員いた、全員いた。ありがとうございます。ありがとうございます。すげー、ポンポン来ますね。危ない。うん、ほらーしょー。はい、よかった。はい、ナイスです。オッケーオッケー。おー、なんだなんだ。おー、ダブル、すげー、ダブル。いやー、すごい。おー、すげー。はい、ナイスいったー。ありがとうございます。おお、来た。青な。おー、波がこれは、波がすごい、波の抵抗を受けている。青なだ。さあ、ナイスナイス。はい、おめでとうございます。よし、行きますよ。さん、大丈夫か。わー、すごい。お、何がすごいね。ズドンと下がってるんですよ、これ。すごい地形だ、これ。すごい地形スタイルの狭間みたいになってる。これが本当にあるんやん。え、これが本所守護船ってやつですか。ちげえちげえ。あー、ベイトが。おお、乗った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 。ナイスナイスナイス、すげえ。おー、最高だ。上がってこーい。イエーイ。うわー、来た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 。おおおおおっと、これはイラスじゃないか。いやー、
ほら来たー、ナイス。来てるんですね、これは。あったほうよ。後ろヒット中、後ろヒット中、はい、さあ来たー、ありがとうございました。元気元気元気。船長血まみれ。さあ来たー、ジグ150です。あー、上原さん来たー。来た来た、なんだ、ヤガラ、よいしょ、おお、いい、すげえ、長い、長、すごい、165センチぐらいある。立ってるんで、ふって回ったら、ピュッてかかりました。わかりやすいですね。電動210、電動フリップを今手巻きで。これ来てるんですかね。来てる来てる。なんだろう、なんだろう、今日なになに。おお、浮いてきた、浮いてきた。おお、いいね。おお、やった、やった。ブルーピンク250グラム。よっしゃ、もっとガッと前出して。おお、これいいよ、でかい。ナイス、ナイス、ナイス。はい、行きました。はい、ライセン、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、今日もやった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、よかね、やっぱりね、あの軸。はい、フリップいいですね。向こうさんがあの商品に惚れる理由なんか。このマイクロフリップの仕掛け、終わった後に教えてもらって。終わった後に教えてもらった。今電動フリップ便利になりましたけど、マイクロフリップのこの穴に、なんかスカートそうかな、ハイラバみたいな、これハイラバモード、ハイラバモード。こう後ろに溝のこのようについてるとね、針はちょっと前かんだけど、前にはあのこんな感じするんですよ。でその前のここから入れると、カンナのところにこう通す、そうするとこうなったりね、こうなったりね、この状態でするとこうインチクになる。こうスポッて外して針は付け替え切った、そのマイクロジグとしても使える。これ便利商品よ、すごい。今回電動のね、してみて思ったことで、手巻きでするのと比べてきたっていう感覚はないか。そこはちょっと寂しかなと思う。でも電動であることで早を巻ける。 100m、200m 下のさ、ジグがシャクったってあんま動かんもんね。思いっきり速かってしてあげ、やっぱ動く。でもう一つはフリップの形、形状がまっすぐで長けんが、はい、傾きだけで動いてくるわけだ。でその深さのところから動きが始まる。やっぱり電動焼きった動きの良くなってるなと、そういう点はあるなって思う。おい、もうお腹減っとったけど食べねえやったもん、怖くて。今日買ったやつあるっすよ。あー、タブ、今タブかな。イチさんほら、あ、イチのパンだ。圧縮されとるよ、圧縮。ちょっと待って、納豆かね、これ納豆巻きやん、これキムチ納豆の糸か、これなんこれ。ナスカワ天津親子です。お前に任せるよ、これすべて。はい、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 どうだ、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 おい、いやいや、入っとんじゃ、また入っとんじゃないかんすか、そっち。